ターボライナー保管されているターボライナーターボライナーとは、ろう者が1976年にアムトラック向けに製造した車両である。車両はディーゼルとガスタービンを備えており、ニューヨークのペンシルベニア駅とグランドセントラル駅に繋がるトンネル区間においては、第3機場から終電した。ターボライナーろう者のターボライナーは、チュルボメカ製のガスタービンエンジンを搭載した。 フランスのアンフ社のガスタービン RTG 車両をもとにしている。RTG は TGV 車両の試作車である TGV001 の先駆けである。燃料価格の高騰により老うとアンフは合衆国内での運行を中止した。いくつかのガスタービン車両はフランスの非電化区間で2005年まで運行されたが TGV の新線開通により終了した。RTG とは ローの RTL 列車を原型とした列車である。シカゴで1970年代から1980年代初頭まで使用された。1973年末、RTG はシカゴに到着した。サクラメント通り37番地のアムトラックのブライトン公園ターボ工場で組み立てが始まった。フォード自動車のクレジット会社によるアムトラックへのリースで6編成の RTG が アムトラックに導入された。残りの4編成は内装が良くなり自動式ドアが装備された。最初の2編成は標準的なものだった。総計6編成が製造された。動力車は編成の両端に設けられた。番号は58から69が割り当てられた。どの編成も2両の動力車、2両の客車とはグリル車で構成されていた。編成はシカゴからセントルイス。 ポートヒューロン、デトロイト、ミルウォーキー、トレドまで運行され、優雅なひとときを送ることができた。70年代におけるエネルギー危機器により燃料消費を抑えるために、高出力かつ低燃費の指揮官が搭載される等の改造が施された。その結果、燃料消費を抑えるために、編成あたりわずかに機中1機のエンジンで運行されることになった。 より小型のタービンエンジンがスタゾで駆動される。発電機が戦闘車と最後尾の車両に搭載され、客車に 380V50Hz の電力を供給した。これは後期の RTL ではアムフリート車と同じくアメリカ標準の 480V60Hz が供給され対象をなした。RTG はヨーロッパ式のバッファーとネジ式連結機が使用されていたが、 後の RTL では、アメリカ式の連結機が用いられた。ブライトン公園の工場は1981年に閉鎖され、装置は保管のため、インディアナ州のビーチグローブへ移転された。2008年4月、アムトラックは、ローターボライナーの編成の売却を公示した。ローターボライナー売却アムトラックは入手シュール7。編成のターボライナーと予備部品を売却中である。どの編成も両端に。 動力車があり、中間の3両が客車でその中の1両は食堂車である。3編成はオーバーホールされ、デラウェア州に保管されている。4編成はオーバーホール中で、ニューヨークに保管されている。上都先を受付中である。B.A. ヘイスティングズ オフィサーハット http コロンスラッシュスラッシュ www.railroad.net スラッシュ f o r u m s スラッシュ v i e w t o p i c ドット php ピーコール2 7七万3千百三十三二十万三千百三レールロードネットビュートピック ターボライナーインフォメーションウォンテッド、http コロンスラッシュスラッシュ w w w p r o g r e e s i v e r a i l r o a d i n g c o m スラッシュ clsifieds スラッシュありがとうございます。